はい、どうもゼロヘイズです。はい、今日は何していくんですか。はい、お、はい、今日はね、俺の企画ということで、うん、はい、ちょっとゲームを持ってきました。おー、何すんの。第五感ゲーム。第五感ゲーム、なんだって。下手か、下手か。あ、これってさ、第五感って言うんだっけ。第六感じゃない、第六感ゲームだ。第六感ゲームでーす。シックスセンスってことでしょ。肘足りなかったよ。ルール説明簡単にね、はいはいはい、まずあのここに風船があります、はい、風船を好きな女性の顔の大きさぐらいまで膨らませてください。 OK、うん、で、これでね、目を隠すんで、うん、自分の六感を信じて、うん、好みの女性の顔を風船に描いてください。はいはいはい、うんうん、それが、うん、メンバーのね、女性のタイプっていうことなんで、うん、みんなもね、気になると思うんで。いいね。なるほど。じゃあ、我こそはという人いる？早速行きたいんだけど。おお。まずみんな風船で膨らませて。あ、じゃあそこね、もうこれいいよね。じゃあもう笑っちゃいそう。笑ってまいそう。笑ってまいそう。じゃあちょっとね、みんなで仲良く風船をね、膨らまそう。はい、じゃあ、じゃあ好きな色を。はい、ピンク。黄色。青。黄色。赤。黄色。青。青。青。え、ちょっと待って、何？赤。赤。お、割れたね。ピンク、ピンク、うん、俺、エロい女好きだから。黄色、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 青でしょ。俺、イエローモンキー好きだから。じゃあ、俺も紫それが。あ、みんなさ、ちょっと真面目に膨らませて。え、好みの女の顔の大きさ、大きさ、オッケー。じゃあ、どうぞ。これでかい。かっこよく膨らませて。ごめんごめんごめん、もう、タバコで肺がやられてんだ。来た、俺ここだ。俺の理想な顔がさ、そういう形のものが好きなの。え、みんなバレるからね、ここでピーナッツじゃん。私もやったらいい。俺のいい加減にしろよ。カマカマレモンの大きくなった形やん、こんなの。どうやって膨らましたらこうなるのか、何気になるわ。でもこんぐらいかな、見せて。ちょっとでかいかな、顔だもんね。俺もこんなでかいでいいよ。でかっ。ああ、もうダメだ、龍河のピーナッツ見ると思う。また違う。お前、紫のピーナッツじゃねえか、お前。かわいい、それか。龍河ピーナッツじゃない。あ、手ができてきた。できた。あ、めっちゃ綺麗。これも綺麗。おお、すごいね。いい感じ。ピーナッツもすごい。ちょ、笑っちゃうんだよね、ブラッツの感じで。涙出る、涙出る。ちゃんとやってよ。ちょっとさ、整形してみるやつ押したい。そうせしまう。お前、細い女好きだもんな。そう、いや、顔で見せろやって。もうしょうがない、諦めろ。ヘチマじゃん、ヘチマじゃん。またおせんだよ、お前。いや、溶岩のよりすごい。でもこれでしょ、こんぐらいでしょ。そうだね。はい、というわけで、はい、みんな見せてカメラに。できた。はい、はい、これが俺らの好きな女の子の顔の形です。そんなやついねえよ。本戦に行ってみよう。はい、じゃあ誰から行く。ロイ最後だな。これこいつは最後。最後だ。リオから行く。はい、じゃあリオくんから行ってみたいと思います。はい、じゃあどうぞリオくん。はい、じゃあ目隠ししてください。見たらダメだよ。うん、この時、お、やめてね、怖いよ。で、これをね、ペンです。はい、もう向いてあるからね。あ、向いてある。リオとか絵うまいからいけそうだね。ね、どうぞ。ここら辺から目がやっぱこう、アニメっぽい顔のさ、女の子描きたいから。まつげが多分こうだよね。目ここでしょ。こうだな。おお、調子良さそうね。あ、かわいい。ちゃんと平行。え、結構リボンみたいな。もうかわいい。嘘の、まつげも生えてる、ちゃんと生えてる、生えてる。おお、いいね。いいね。大体ここが分かるんだよね。うまいね。え、どういう眉毛なの。あ、眉毛か。眉毛はやっぱちょっと上すぎじゃない。あ、マジ。うん、あと髪の毛ね、ごまかした。うん、こうね。うん、鼻が、ここなんかな。おお、確かに。おお、すごいね。あ、やっぱ感覚が分かんのかな。小さめの顔でね。
やっぱ下唇がちょっとポテッとしてるのがポイントね。あ、好きなんだ。可愛い。耳も描いちゃう。耳もでもマジで結構可愛いわ。ちっちゃくてもでかくてもいいから、あと髪の毛描いて完成です。あ、鼻のここら辺にほくろ描いてるかな。ちょっとセクシーなほくろ。あとは前髪が一番大事だから。お、おお、いいね。ぽいぽい。いい感じ？うん。入りはどうなってんだって感じだけど。前髪おかしくなってる。じゃあ前髪描いてか、こんなもんかな。うん、大体、まあじゃあチークでもいいかな。チーク、おー、いいね。すごいね、こだわりが。そう、髪の毛描いてあげる。後ろいらねえな。はげきた。完成。うん、でも目隠し取ってください。頭がもっこりそっちの方が面白くなっちゃってるじゃん。ダメじゃん。あ、でもなんか意外と顔になってない。え、待って、ちゃんと見せて。ちょっとこっち。え、何がどうだ、見えてる。何が気持ち悪い。多分これがほっぺだ。顎が長いの。あ、眉毛でしょ。顎はね、多分ここら辺にあるはずなんだけど。モンスター。これ唇ね。あ、でもちゃんとほらグロス塗って、あ、テカテカして。白素が飛ばして、白装が、シーシーしてあげるんだし。え、これでも思ってたより描けないね。目が、どこが目だ。目が多分このはずだよね、ここが目。あ、そこなんだ。鼻はなくなって、鼻なんかチークとか言っても丸描いてない。余計なことすると、このざんまでした。リオくんの理想の顔です。目がここにある。目がここにあるね。はい、え、かわいい。じゃあ次テイカ。はい、どうぞ。まあ、どっ、何から描く。目だね。目だ、大事じゃん。うん、俺二重の子が好きなんだよ。はいはい。お、おお、うまい。あ、やっぱちょっと漫画調。いや、あのね、黒目がちっちゃい子が好き。ああ、白目が、なんていうの、わかる。三白眼。あ、三白眼みたいな子ね。お、めっちゃうまいよ、こいつ。でしょ。うん。で、目がここにあるから。これ、あの、いけるかな。NHK のさ、コップ逆さのやつ。鼻高いくて、唇分厚い、エロい女が好きです。いいかな、ちょっとね。で、ここに顎にほくろがあって。あー、いいね。ほくろはやっぱマストね。眉毛はやっぱ今時だから濃い方がいいよね。あ、ちょっと似てるかも、定価に。ちょっと待った。てか、お前じゃない。これ多分上すぎだな。いや、いい感じ。あ、ほんと？うん、もう思うがままに。あ、すごい、リオの時は全然顔だ。すごいすごいすごい。眉毛太めで。眉毛太い女が好きなの。うん。なんかこっから見えて今のところワンパンマンで、髪は、まだ髪の毛がね、髪だからボブの子か。じゃあボブ、ボブね。後ろはちょっと無視するよ。うんうん、しょうがないしょうがない。あ、でもうまいね。いや、あ、俺耳ちっちゃい子が好きなんだよ。はいはい、俺自分が耳でかいから。はい、余計なことはしません。お、なるほど、シンプルです。完成です。勝ちに、勝ちにいった。それも戦略だよね。じゃあ、見てください。視聴者プレゼントだね、それ。ボボボボ、やばいな。これはやばいね。髪ちゃんと黒かったかな。そうそう、もう立てないよ、それじゃ。髪のなんか形とかうまいね。めっちゃ可愛い。やっぱりなんかちょっと、なんだろう、なんかそんな、ちゃんと人だよね。そう、なんかこういう女の子がいたら、なんか俺んとこ来ちゃう。一生面倒見るんで。いないよ。待ってる。いいね、気に入った。ありがとう。じゃあ次はレオ行こうかな。うい。え、結構と全然わかんない。私なんか思ってたより、うん、思ったよりすごい出てる。そう思うとリオ下手くそだね。俺結構目が良かったですね。なんか顔がわかんないもん。目が良かった。はい、じゃあ続いて、ういこいつだ。レオさん、自分の好きな女性の顔を描けばいいの。うん、イメージはもうあんの。まあでもなんか目がクリクリで、うん、なんか色白みたいな。はいはい。あ、でもこれ黄色いな。どんどん行こう。まあ、眉毛はあんま別太くなくていいの。眉毛、待って、これ全然わかんないの。どっから描く、どっから描く。わかんないな。うん、じゃあ目から描きます。あー、もう出ちゃってる。あー、やばい。2だ。ギリシャ文字の。そうだ、レオの絵ってこうだった。2だ。この辺、多分鼻で。あー、やばいやばい。なんか
があって、うんうんうん、はいはいはい、多分鼻毛鎮中鼻毛鎮中で、まあ鎮中好きなんだね、じゃあこうやって口があってで、口上げてる？まつげ描いた方がいいよ、まつげそうやね、で、まつげをちゃんと描きます。ほいほいほい、おあ、でもおぉ、いい感じだね、目の感覚分かってんだね。で、眉毛ね、まあ、眉毛をしっかり、あ、困ってる、おぉ、あ、困り眉毛だなしっかりめの困り眉毛で、あとさ、結局やっぱチーク必要だと思うんだよね、やっぱ柔らかくなるあー、あー、すごいすごい、アホの子瞳の色はそんな真っ白でいい？確かに瞳は瞳に塗ってあげる、白コンで怖いもんね。あー、いい、あ、いい感じ、いい感じヤニみたいな感じ保育園の園長先生のほくろここにあるやつで、あとはまあ、俺もやっぱちょっとごめん、フロントだけで、そう、髪は、あ、好きな髪型がね、髪は、まあ、髪なんでもあ、ロングが好き、まあロングだね、ロングとか、あとはなんかボブとかでもなんか綺麗な台無し、台無し、ちょっと来てるわ。え、多分結構自信あるな。いや、歯なくていい。確かに。いや、違う違う、口閉じてるから。あ、あ、そうなんだ。耳は耳、ほくろとかは耳変えてくる。もう向き分かんないね、お前ほくろはめっちゃやばいな。完成、完成しましたか。結構いい。じゃあ、目隠しを、はい、これ、早く見たいでしょ。目を画伯見せて目やばのなんだよこれ。もともと絵の才能はあるからさ、うん、ピカソだわ。じゃあこれがレオ、レオの好きなタイプだ。そうだね、これみたいな子がいたらよかったら。おお、すいません、びっくりしたせっかくいい形だったのに風船作り直しです。もう一回作れるのお前でも結構よくねこれ、うん、いいと思う。なんかねずこみたいじゃんどうやって見てんだよ、怒られる目と眉毛と鼻と口は良かったです。じゃあそんな感じで俺終わります。はい、ありがとう。じゃあ次、りょうが、はい、おい、じゃあ次はりょうがくん、はい、この企画の立案者が、あ、主催者だからね。そう、家で練習してきたんだ。プレッシャーはあるよね。はい、じゃあそれではこのヘチマみたいなこの顔のあれに描いてください。いいの？うん、どっから描く？この髪からいきたいな。おお、ロイ真っ赤になってるから髪から行くんだね。眉毛、眉毛、うん、うまいうまい。目近い子が好きなんだ。そうね。へえ、かわいいな。かわいいかな。で、チーク、おお、耳、うまいなね、普通にうまいな。こっち絵うまいな。あと何描いてないっけ。鼻、耳、鼻描いたり、鼻描いたり、まつげ、まつげ、あ、まつげ必要かな。プルプルしてる線入れてねえの。行こう。横の髪の毛いらないの今のところ。シチュさんは系の人になってるけど。あ、そっか、やっぱ短いのがあ、そうなんだあ、でも桐谷美玲さんに似てる。おお、すごい、これ期待の。オッケー、じゃあ目隠しを隠して見てみましょう、どうぞ。おお、めっちゃうまい。俺見せて。うまい、うまい、かわいい。おお、すごい、うまい。ほんとだ、かわいくない？一番かわいい。かわいい、かわいい。頭の形さえ無視したら一番かわいい。そうだね、見て、この目線付き合いを。かわいい、かわいい。いいと思います。こんな感じです。こんな感じの子がタイプですね。ラスト、ロイさん最後にしたのに風船割っちゃって普通の形になっちゃったなんだよ。そしたらね、ここからね、やっぱもう一波乱、はい、起こしてもらいましょう。どうぞ。やっぱね、うん、顔ちっちゃい子が好きなんですよ、うん、はいはいはい。顔も描いちゃう。そうなの？顔も描いちゃうの？みんな何から言ったっけ。目だね、多いのは。りょうがは髪からですよね。これでもうめちゃめちゃ可愛いのかけてたの。お、いいね。あ、いい、可愛い。眉毛いいよ。鼻いく？これめっちゃわかんない。あ、可愛い、可愛い、可愛いな。いい感じ、いい感じ、可愛い、可愛い。
カートネットワークのあと、あと何ではあるよね。あと輪郭、輪郭、あ、輪郭描かなくても紙でもいいかもしれない。おお、うまい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 。いいよいいよいいよ。あ、でもいいぞいいぞ。お、うまいね。なんか漫画っぽいな。ね、タッチが。ロイさ、うん、はい、ちょっと教えちゃうけど、あの顔が結構上の方だから体も描いちゃえば。あ、確かに。逆に、ね、どっから、どないした、もうちょっと、あそこら辺から体描いちゃう。あー、かわいいかわいい、うまいよ。なんで漫画みたいな。おめでたかい。やっぱ好みが好みがバレるから。あ、でも好きそうだな。いいんじゃない。いい感じ、大丈夫。うん、あー、いい感じいい感じ。チークはいいの。チークあるよ、もう。ある。そう、最初なんかやった気がする。あ、なんか足りないのある。じゃあまつげでも描いてもらおうかな。あ、マジ。この辺だったんだよな、目が。あ、ここでゲームセットでも大丈夫、全然。あ、そうなんだ。ロイの思うがままに。あ、じゃあ俺これで終わる。じゃあ、アイマスクを外してみて。愛しのお前の女だ。ちゃんと見せる。ちゃんと見せる。モザイク、おい、おい。見せる。大丈夫、モザイク編集で見せる。かわいい、目かわいいよね。顔かわいいんだよ。口から体出てるけどね。あの口の猫みたいになってるところから体が出てる。なんだろう、なんだよこれ。結構かわいいよ。かわいい、うまいうまいうまい、うまい。タッチがかわいいですね。誰が優勝かな。全員のさ、ソファーに座らせてみる。いや、でも俺だと思うな。ちゃんと座らせてみないと。最悪だわ、なんか。最悪。俺のも座らせてみる。俺のも。なんか坊主の男の人で。これでバンド組ませるか。よし、あ、かわいい。あ、ゼロエルツです。なんかこれアイドルでさ、デビューさせない。いいじゃん。はい。あ、でもやっぱ一番かわいいのがロイで、うん、俺の好みはロイで、うん、量がいいな。お前は黄色だ。量がやっぱ桐谷美玲さん。話出てんだもん。え、右から2番目ちなみに誰だったっけ。俺男だよ。ボーイの野球賞。野球賞。ハマズです。ハマズに似てる。じゃあこれも視聴者バスに。あ、いや、いや、離脱。離脱。じゃあまあこんな感じ。はい。この動画が面白かったら、はい、グッドボタンよろしくお願いします。高評価お願いします。ということで、5人揃ってゼロヘルスでした。バイバイ。バイバイ。